千葉県鴨川市の水族館で成人式が行われ、人気者のワラウアシカが晴れの門出を祝いました。振り袖や袴姿の新成人およそ300人が集まったのはアシカショーのステージ。水族館の人気者レンジ君が祝福のポーズを決め、ニット笑顔を披露すると会場からは笑いが起きました。新成人たちは式典の後、笑うアシカとの記念撮影を十分に楽しんでいたということです。